今回はアウトプット製品が期間限定 50% オフということで、どんな音か聞いていきたいと思います。アウトプットは流行に乗った洗練された音源、プラグインとハードを提供するディベロッパーです。力強くはっきりした音像で作られている音源が多く、アウトプットのサウンドは非常に個性的。マルチエフェクトのムーブメント、サチュレーションのサーマル、グラニラーエフェクトのポータルの3つ、コンタクト音源が6個リリースされています。コンタクトは無料版で OK、 モジュレーションを聞かせることができ、音に動きをつけられます。どれも個性的な音が鳴らせるプラグインです。ムーブメントは名前の通りシーケンスサウンドのシンセを鳴らした時のようなリズミカルな効果を加えるためのエフェクト。トラックにプラグインとして使うので、どんな楽器にも適用でき、単純な全音符でコードを鳴らした時でもうねうねしたエフェクトを加えられ、エフェクトを前面に出してサウンドメイクしていける楽しいプラグインです。若干動作が重めなのがデメリットですが、リアルタイムで追加できるリズミカルなサウンド構築は非常に強力で、作曲時のクリエイティブな気持ちを高めてくれます。ポータルはグラニラーエフェクトプラグイン。難しく感じるグラニラーを分かりやすく、使いやすく、音質の良さを兼ね備えた最高のグラニラーエフェクトプラグインに仕上がっています。シンセでグラニラーを使ったものが増えていることもあり、
シンセ単体だとグラニラーを使えるけど、プラグインで他の音色にも使ってみたかったという人も少なくないはず。自分でオリジナルなサウンドメイクをしていくのが好きな人、グラニラーエフェクト自体が好きな人にとってポータルは外せないエフェクトです。サーマルはアウトプットのマルチバンドディストーション・サチュレーションプラグインです。ディストーションプラグインとして売り出していますが、ドライブの量を調整してサチュレーションプラグインとして、マクロや LFO を調整してモジュレーションのプラグインとしても使えます。内蔵のエフェクトがたくさんあるため、サーマル一つでディストーション以外のエフェクトとしても稼働します。後発のプラグインでサーマルに影響を受けているんだろうな、と感じられるプラグインがたくさん出てきており、先駆者的内容です。もちろん使い勝手や音質も後発プラグインに負けていません。
アナログストリングスはアウトプットのストリングス音源です。クラシック寄りなストリングスサウンドも収録されていますが、ガチガチのクラシック曲を再現するものではなく、アコースティックなストリングスとエレクトリックなストリングスのいいとこ取りをした内容になっています。
アナログブラスウィンズはアウトプットのブラスフットウィンド音源です。アナログストリングスの金管、木管版です。使われているエンジンは全く同じ。アナログストリングス同様にアコースティックとエレクトロのいいとこ取りをしてアウトプットのテイストをまとめて詰め込んだ音源になっています。迫力とキレのある音はアウトプットならでは。ヒップホップでよく聞けるアタックの強いブラスサウンドもこのアナログブラスウィンズで再現可能です。アナログブラスウィンズの音が曲中に入ると今時なサウンドに聞こえてきます。サブスタンスはアウトプットのベース音源。
実際のエレキベースのような演奏方法に分かれているものではなく、基本的にはシンセベースです。アウトプットが厳選した81種類のサンプルソースから最大3つまでを重ねて音を作っていくことができます。各サンプルの音に EQ、フィルター、ステップシーケンサーを設定できます。エレクトロ系の曲から BGM 作成まで力強い低域の音を鳴らしてくれます。レブはアウトプットのリバース音特化音源。2024年現在、シンセの機能でサンプルをリバースさせる機能は当たり前のようになってきていますが、レブのリリース当時である2013年にはあまりなかったため個性的な音源でした。最近の曲を聴くと多くの箇所にリバースサウンドが入っています。テクスチャやパッド、場面転換だけでなく、メインのリードメロディでも使われていることがあります。アニソン曲では頻繁にリバースサウンドが聞こえてきますよね。レブではサンプルをリバースさせて鳴らすだけではなく、リバース音をレイヤーし積極的に加工していける音源で、未だにユニークさが際立つ内容になっています。ボタンが小さいのが難点ではありますが、サウンドは面白くクリエイティブな気分にさせてくれる音源です。
シグナルはアウトプットのパルス音デザイナー。パルス音は一定のリズムを刻み続けるサウンドのこと。映画のサントラでよく出てくる印象です。同じ音が続くことから感情の起伏をつけるときに活躍します。曲中を盛り上げたり、静かなパートを演奏したりと、表情豊かに様々な曲中へ入れ込める音源です。リズムパターンやジャンル別に分かれた作り込まれているプリセット音が非常にセンスが良く、2音鳴らしただけでもかっこいいリズミカルな伴奏が出来上がります。使いどころはセンスの良さが問われますが、自分の曲をかっこよく聴かせたいなら試してみる価値のある音源です。
アウトプットの中でも歌物の曲に入れやすく、特におすすめなのがエクスヘイル。エクスヘイルは発声時の吐息を感じられるボーカル、コーラスなどに特化した音源です。収録されたすべてのフレーズはループスライス DAW のテンポに同期、演奏しているキーへ変更可能です。パッと見てすぐにわかるフレーズ素材のインターフェースは秀逸で、サンプル素材を編集していくためのツールも使いやすく見やすいです。Thank you.
アニメーションだよ。アウトプット製品の音質が気に入ったら、サブスクのアーケードも気に入ると思います。アーケードはテーマに合わせたフレーズ付き音源で、組み合わせていくだけで曲が出来上がるというロイヤリティフリーのサンプル音源です。無料でお試しできるので、一度体験してみるのをおすすめします。